ソジャーナ・トゥルース・ソジャーナ・トゥルースはアメリカの奴隷解放活動家。本名はイザベラ・ボームフリー・イザベラ・ボンフリー。ソジャーナ・トゥルースの名は1843年から自らにつけた名前だった。彼女はニューヨーク州アルスター郡で黒人奴隷の13人兄弟の一人として生まれた。誕生の年は1797年とされるが不確かである。 11歳くらいの時に奴隷として売られるまで、オランダ語しか話せなかった。奴隷として、数回売られ、3番目の主人のジョン・リューモントに結婚を強制され、トマスという奴隷の男性と結婚し子供を産んだ。彼らの間には5人の子供がいた。1827年に、リューモントは彼女に自由を約束したが、その約束は守られず、彼女は子供と共にカナダに逃亡した。 アイザック・バンバーグネンの下で働いているとき、彼女はデューモントがアラバマ州で末の息子ピーターを不法に売ったことを知り、取り戻すための訴訟を起こした。1828年にニューヨーク州は奴隷制度を廃止し、彼女は1829年、彼女はそこで回収し、メソジストのコミューンに加わった。 1843年には、ソジャーナ・トゥルースと名乗り、巡回説教師として有名になった。彼女の最も有名なスピーチは1851年に、オハイオ州、アクロンで行われた。1850年に、オリーブ・ギルバートが彼女の話を聞き取り、回想録として発表した。南北戦争後、彼女は新たに解放された奴隷のために働いた。解放された奴隷たちに、 新たな土地を与えるよう議会に請願した。彼女は1883年にミシガン州バトルクリークで死去した。1997年には n a s a マーズパスファインダー計画のロボット探索者が彼女にちなんでソジャーナと命名された。彼女の生涯はアンロックウェルによってとどまることなく国土社間で紹介された。ありがとうございます。